してきました。柳沢、七星守ってきた。いいですよ。いやー、よくディフェンスに耐えましたよ。金沢のディフェンスに入ったボールがコーナーポスト、これに当たってコーナーキックになった。スローインではなくコーナーキックになった。ボールが上がる。いいボールだ。フィーだ。最後入ったのは長谷川でした。前でボールを取った熊谷、小笠原、ホイッスルあった。アントラーズボール。今のシーンです。いいボールでしたけどね。この正面でしたね。蹴るのは小笠原。秋田が上がっていった。中山が向こう側に流れていく。手前は前田、それを見ている間に奪った。逆に今度は正原、元山、後ろから西が入ってくる。失敗だ。おっと、今のシーンをどう捉えたか。西にイエローカード、イエローカードです。イエローカードです。後ろからちょっとタックルに入ってカットした元山、何かと言葉のやり取りがあった後、これが色が違えばえらいことになるんですが、さあしかし木村さん、この角度と距離、はい、ここは一つキーパーとの駆け引きでしょうね。まあいいのがいったら入る距離ですからね。今日の小笠原キックの精度はどうですか。あと中田、小笠原、アウグストもいますが、まあ今狙ってるのは小笠原でしょう。小笠原、はい、勝負を決めるのか。小笠原、あっと決めた。たったの一振りで2001年のタイトルを手にしました鹿島アントラーズ。最後まで戦った、力尽きたジュビロ磐田。しかしそれにしても見事な戦いでした両者。いやー、いいゲームでしたね。まあ最後はねワンプレーで決まりましたけどね。最後バンズアムは動いたんじゃないですか。あの壁かなんかに当たったかもしれないですよ、ね。完全にしてくれましょうか。サンキュー。それぞれの選手が気迫を胸にして最後の最後まで、決着の時まで存分に戦ってくれました。今のシーンです。これ右に動いてるんですよね。これは当たってないですから、かなりバンザムが右にかけてたんですね。やはり一つの駆け引きですね。2001年のシーズンはジュビロ磐田に始まりました。鹿島アントラーズは三冠を取った後のその思いを今日のこの一つのシュートにまで長いこと我慢をして、そして貫き通しました。放送席インタビューです。秋田キャプテンです。ナイスゲームでした。ありがとうございます。
90分で決着がつかずに延長に入った時精神的にはどうだったんですか。まあ、チャンスはあったんですけどなかなか入らなかったんで苦しかったです。延長に入って先にジュビロの方にね